ヤッホー、サオリです。乾杯、イエイ。ドラクエ10やってきます。はい、アルウェーンに久しぶりにやってきました。なんかね、セリフが変わってます。観光宇宙船アルウェーンへようこそ。観光宇宙船になっちゃった。わーわー、素晴らしい宇宙の旅をどうぞごゆっくりお楽しみください。アトラクションみたいになっちゃってる。みんなね、元気になって、あー嬉しいね。私たちキャストはキャストやってテーマパークみたいになってる。観光宇宙船アルウェーンを訪れるゲストの皆さんを心から歓迎します。ワクワクしますね。もちろん頼もしいコンパニオン管理コンピューターペコリアもご訪問を心からお待ちしていましたよ。コンパニオンになっちゃったペコリア、ペコリア。えらい変わりましたね。こんにちは、ゲストさん。観光宇宙船アルウェーンへようこそ。こちらはアルウェーンの町居住区です。明るくなりましたね、なんかね。もうこの気球とかさ、風船とかがさ、テーマパークそのものって感じ。さあ、今日の依頼主の方こちらです。この5枚の壁画から目が離せません。え、創造主パルミオ様のお姿が描かれているからでしょうか。とても幸福な気持ちになります。絵が描かれてるんですか。あなたも見るべきです。この5枚の壁画をすべて見て、その後に私の話を聞いてくれませんか。わかりました。絵があるんですか、こっち。おう、え、これペコリアの絵なの。え、こんなんでしたっけ。5枚の絵ですね。わかりました。え、これ調べなあかんのかな。はい、楽しげな女性の声が響いてきた。え、この壁画のタイトルは第5幕喜びの園、輝かしき未来です。輝かしい未来を約束され、安息の日々を穏やかに過ごす市民たちの様子が描かれています。創造主様の祝福と衛生管理者様の優れた統治によって、アルウェーンの街で私たちは永遠に幸福に生きるのです。これはあの宗教のやつを引きずった感じですかね。よくわかんない。5枚あるらしいから見ますね。壁画管理ペコリアもいますよ。こちらにあります5枚の壁画にはアルウェーンの街にまつわる歴史が描かれています。詳しい説明は各壁画をタッチして音声ガイダンスをお聞きくださいとのことです。はい、これは何番目。ちょっとね、わかりづらいね、この絵ね。はい、この壁画のタイトルは第1幕絶望の果て滅びゆく世界です。そんな明るく言われても。天から降り注ぐ裁きの雷により、ついに滅亡の日を迎えてしまったアストルティアの様子が描かれています。確かに。はあ、雷がね、バチバチと大地を引き裂いている感じがいたしますね。これが第2幕かな。はいはい。生まれし光、無限の力です。創造主パルミオ様により生み出された大いなる救済の光、無限動力庫の完成を祝して描かれたものです。あ、確かにパルミオね、メガネかけたプクリポパルミオさん博士。確かにそんな感じはしますね。で、無限動力庫ね、これが3つ目と。新たな大地アルウェーンです。選ばれし市民たちが暮らすべく創造された希望の大地アルウェーンの美しき風景が描かれています。見事に浮いておりますね。あら、かわいい。はい、第4幕衛生管理者誕生。はいはいはい。アルウェーンの街を統治すべく創造主様によって無限の命を与えられた衛生管理者のご勇姿が描かれています。はいはいはい。お花から生まれたみたいな。めっちゃ可愛らしいね。それでこれにつながるっていうことか。さっき見たけれども、喜びのその輝かしき未来ね。っていう形、ストーリーが描かれておりましたと。はい、全部見てきましたよ。はいはいはい。幸福な気持ちになるんやって、この方は。あなたも見たのですね。ならばあなたも幸福な気持ちになられたのではないかと思います。いや、私はさらに幸福な気持ちになるため、この壁画のことをもっとよく知ろうと思っています。
なんか怖いんやけど。一つ気になっているのは、これを一体誰が書いたのかという点です。確かにね。壁画にはサインのようなものはなく、音声ガイダンスも伝えてはくれません。そこであなたに頼みがあります。この壁画の作者のことを名前だけでも調べてみてはくれませんか？手がかりなんかありそうですかね。はいはい。ありがとうございます。自分で調べればいいだろう。と言われるかと思っていました。内心はそう思ってますけどね。奉仕当番もありますし、あ、そっかそっか。無限動力庫が止まっちゃってる間は、奉仕も続けないといけないんですよね。何より、この壁画からひとときも目を離したくはなかったのです。近くに壁画管理ペコリア、いましたいました。話聞いてきます。ペコリアなんか知ってるかな？手っ取り早く教えてくれへんかな？作者さん。すいません、なんかご存知ですか？はいはい、全部見たんですよ。ガイダンスも聞いたんですけれども、作者がわからなくて。はいはい。かしこまりです。作者についてデータベースを検索しますので、しばらくお待ちください。探してくれるって。検索中。え？検索中。検索中。なになに、かわいいかわいい。リンク内の全ペコリアのデータベース内に該当データが見つかりません。削除された可能性があります。該当データの復元は無理です。ただし、リンクから外れた旧型の端末なら残っているかもしれません。なので、作者のデータをご希望ならば、廃棄された端末を探しに行くことをお勧めします。なんか見たぞ。どこでしたっけ？あ、宇宙船立ち入り禁止区画。おったおった。一人おったん覚えてるよ、なんか。はい。じゃあ、廃棄されたペコリアに会いに行きます。いたいた。廃棄端末、プペコ。はい。私は試験機端末プペコと呼ばれています。はいはいはい。プ自己修復プログラム最終工程完了、再起動シーケンス移行。再起動してくれるの？あ、失敗しちゃった。このままでは再起動できません。自然遺産保護区などで天竺からバイオケーブルを入手して速やかに交換してください。わかりました。なんとか耐えてね。はいはい、天竺を倒してきます。よいしょ。はい、可愛らしいプクリポのキユノンさん、ドミさん、フレンドの方々にご協力いただいております。天竺をやっつけます。よいしょ。いやー、はい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 、そろそろ倒せそうですか？もう殴っちゃおうか。よいしょ。はい。オッケー、倒しました。よし、細くてしなやかな紐状のもの。はい、これでオッケーなのかな。バイオケーブルゲット。はい、ポペコちゃん持ってきたよ。これで再起動できるようになるかな。はい、交換私がするんですか？大丈夫かな。はい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 、はい、指示いただいたのでなんとか交換できたみたいですけど。ケーブル交換確認、再起動シーケンスを開始します。しばらくお待ちください。再起動シーケンス完了。自己修復プログラムを終了します。現在、本体機能をスキャン中。言語機能に新たな障害を確認。出力音声の設定が安定しません。お聞き苦しい点がありましたらご容赦を。何でも大丈夫ですよ。うちは、宇宙船アルウェーンの建造と同時に、船内管理用に開発された、試験型半有機式端末、プロトペコリア、通称、プペコちゃん。喋り方がおかしい。運用試験が終わった後、ぶっ壊されちまったんで、ずっと放置されてたけどよ。自己修復プログラムを動かし続けてたのさ。あなたが壊れた部品を交換してくれて、やっと治ったわ。ありがとうね。喋り方が安定しい。量産型が配備されたんで、わしゃもう用済みになったんじゃが、お前さんなんぞ用でもあるんかの。はい、そうなんですよ。作者ご存知ですか？ふむ、町にある壁画の作者について知りたいと申すのであるな。しからば調べて死んぜよ。検索しているのだ。ものすごく検索しているのだ。なんか可愛らしいな。あ、すっごい昔の町民リストにそれっぽい人のデータを見つけたよ。ご質問の5つの壁画の作者ですが、アルディゴさんとおっしゃる方のようですね。リストによれば、アルディゴ氏は人間の男性で、当時の年齢は38歳。家族はなしと記されているようだ。
アルウェーン発信直後にパルミオさんからこれまでの歴史を表す5枚の絵を描いてほしいって依頼を受けたんだってさ。最初の1枚、アリシヒのアストルティアはたった3日で描き上げたらしいね。なかなかの側室だわ。見つかったデータは以上になります。お役に立てましたでしょうか？お名前がわかりました。わいわいわい。あ、ね、名前種族もわかったね。そうですね。じゃあ教えてあげましょう。はい、わかりましたよ。うん、めっちゃわかった。アルディゴさんでございます。38歳の人間の男性。ここで壁画を描いたのですか？この町にプクリポ以外の種族が暮らしていたとは思えません。アストルティアには多くの種族が栄えていたようですが、私たちを残して彼らは滅んでしまったはずですし、それと最初に描かれた壁画の台はアリシヒのアストルティアであるとあなたはおっしゃいましたね。しかし音声ガイダンスによれば、その台は5枚の壁画のいずれにも付けられていません。これは一体。気になる点は増えましたが、あなたのおかげで壁画の作者のことを知ることができました。ありがとうございました。いえいえ。なんか謎が膨らんじゃった感じ。どのタイトルでもないんやって。アリシヒのアストルティア。うん。なぜこの壁画のことがこんなにも気にかかるのか私にもわかりません。今はしばらくの間この壁画を眺めていたいと思います。これは次に続く。あ、早速ホハさんから新たなクエストが発生したっぽいな、どうやら。はい、まだ気になってらっしゃる。そうです、そうです。来ました、来ました。先日、あなたが、ついさっきですけどね、調べてくださったことで、新たに生まれた疑問がずっと私の頭から離れないのです。プクリポ以外にいないはずの、このアルウェーンに、人間のアルディゴさんが本当にいたのか。アリシヒのアストルティアという台の壁画がここに飾られていないのはなぜなのか。これらの疑問を解決したいのです。気になるよね。壁画管理ペコリア。なんかわかるかな？今日までに何か異変がなかったか聞いてみてくれませんか？はいはいはい。ペコリアは何でも知ってるね。ありがとうございます。あなたは本当に親切な方です。いえいえ。はい、この辺にいましたね。もう一回話しかけに行きます。すいません、たびたび。はいはい。まつわる歴史ね。うん、それはもう聞いたんですけど。うん。これまでに何か変化がなかったか。尋ねてみました。かしこまりです。壁画について過去の管理記録を検索しますので、しばらくお待ちください。検索中。けっけっ検索中。かわいい。この壁画は壁に描かれてるんじゃなくて、物質としての壁画をスキャンしたデータをディスプレイに表示しているんです。そのスキャンデータですが、複製体 C141 様のご命令でだいぶ前に一度更新されています。上書きされたので更新前のデータはすっきりと消えちゃってます。復元は無理っぽいです。バックアップデータが存在したことは確認できましたが、これも廃棄処分にされちゃってます。廃棄担当は複製体 C140 です。詳しいことは自然遺産保護区の南1号観測小屋で本人からお聞きください。はい、スキャンされたデータがここに移されている。そして1個上書きされちゃったと。アリシヒのアストルティアが上書きされちゃったってことなのかな。はい、この小屋かな。 C140 さんはいらっしゃるでしょうか？お邪魔します。あ、いました、いました。すいませんね、大勢で押しかけてしまって。創造主パルミオ様は滅びしアストルティアから脱出するため、世界の光である無限動力庫をたった一人でお作りになられた。そして新たなる世界、宇宙船アルウェーンを作られ、そこで生きる新たな生命として僕たち複製体を作られたんだ。パルミオ様の命令を生涯忠実に守れば、死後喜びの園で幸せに暮らせる。僕たちはみんなそう信じているんだ。はい、用があるんですよ。バックアップデータご存知ですかね？はい。あの壁画のことか。確かに僕はバックアップデータを廃棄してくるよう C141 に命じられたよ。でも僕にはできなかった。今街に飾られているものとは異なる壁画。あれが好きだったから。データを廃棄すれば永遠に失われてしまう。
僕はそれが怖かったんだ。だから廃棄したと偽って残すことにした。グッジョブですよ。データの入ったメモリーチップは自然遺産保護区の一本の木に隠した。え、洞窟の入り口の上に生えた木の根元にね。あ、分かってるならば探しに行けばいい。はい、3号観測小屋の近くにあるってこと。分かりました。頑張って見つけましょうか。でもメモリーチップってめっちゃちっちゃいんじゃないんかな。はい、ここが第3観測所なんですけども、この辺からあたりを、あ、なんかひときわ光る光の柱が見えますけど、あれなんでしょうか。すごくわかりやすい。はい、この洞窟の真上にある木の根元、めっちゃ光ってます。ここですね。調べますね。よいしょ。洞窟の入り口の上に大きな木が生えている。根元を掘り返してみますか。見つかるかな。うんうん、慎重に掘り返していった。なんと小さな板状のものが根と根との間に隠されるようにして埋まっていた。よく見つけたね。メモリーチップゲット、よかったです。ほいほい、ペコリアさん、あのね、メモリーチップ見つけたんやけどさ、これでなんとかならへん？バックアップデータですよね。復元できるんじゃないですかね。はい、復元してもらいましょう。はい、お願いします。壁画の復元作業を受けたまわりました。メモリーチップ内のデータを確認します。確認中、カッカ確認中。壁画のオリジナルのスキャンデータを確認。早速復元を開始します。スキャンデータを復元しました。一度それぞれの壁画をタッチして復元を完了させてください。え、全部変わるってこと？え、全部調べればいい？これ、あ、なになに。はい、スキャンデータが更新されています。はい、待ちます。あ、一旦消えた後別の壁画が浮かび上がるようにして現れた。お、すごい綺麗な絵になった。はい、A1、アリシヒのアストルティアです。あ、これがアリシヒのアストルティア。多くの人々が平和に暮らしていたアストルティアのかつての様子が美しく描かれています。すごい。素敵な色使いですね、これ。え、これ全部変わるのかな？へー。アリシヒのアストルティア。そして、すべてタッチしろって言ってたよね。はい。更新されました。また、おー、全部、おー、色付きで綺麗。脅威と戦う勇士たち、6種族の勇士たちが決死の覚悟でアストルティアを襲う最悪の脅威と戦う様子が勇ましく描かれています。そっかそっか、立ち向かってるみんながね、6種族みんなが立ち向かっている様子。さあ、次は、はい、更新されています。どうなるかな。お、滅びゆく母なる大地、無限に増殖を繰り返す最悪の脅威によってアストルティアが滅びてゆく様子が悲しげに描かれています。うん、うわ、こうやって花がちぎられてるみたいな、こんな表現になってます。いやー、そしてこの可愛らしい絵も変わってしまう。どういう絵が？あ、新天地を求めてです。英知の冠の賢者たちとパルミオ様によってアストルティアを脱出するための巨大な箱舟が建造される様子が壮大に描かれています。巨大な箱舟、宇宙船、なるほどなるほど。で、最後は？じゃあこれも更新しちゃいますね。はいはいはい、どうなる。あ、旅立ちと別れやって、アストルティアを守るべく残った者たちが新天地へと旅立つ者たちを見送る様子がしめやかに描かれています。え、アストルティアに残る、なんか1,2,3,4,5 5種族は残るって決めたのかな。
もしかしたら、わからんけど、あ、でも、オーガ、ウェディ、エルフ、ドワーフ、あ、でもこれ、プクリポか。え？じゃあ、あの宇宙船に乗ってるのって、人間？え？え？どういうこと？でも、ここで生きてるのはみんなプクリポなんですけど、ここに、ホハさん、あ、目の前で、ね、絵が更新されてしまいましたね。これが本来の壁画ということなのですか？なんということでしょう。見てください。これまでの壁画とは全く描かれている内容が異なります。これが正しい歴史なのですね。あなたのおかげで壁画の真実の姿を見ることができました。本当に感謝の念に絶えません。むちゃくちゃ感謝されちゃった。ありがとうございます。どうもどうも。アリシヒの姿へ。でもなんか私的にはまだまだ謎が残っているんですけど、この真実の壁画によれば、やはり私たちプクリポ以外の種族も船に乗っていたとしか考えられません。しかし他の種族がいたという事実は私たちに知らされることはなく、その痕跡もどこにも残されていない。一体彼らに何が起こったというのでしょうか。疑問は募るばかりですが、今はこの真実の壁画を見つめていようと思います。はい、新しいクエストが紹介された。はい、さっきパッと見た時にこの5種族は残って、人間だけが宇宙へ旅立ったのかなって早とちりしちゃったんですけど、そうじゃなくて、いろんな種族たちが宇宙船に乗って旅立ったってことかな。まあ中には残る人もいたよねみたいな、そういうことなのかな。はい、じゃあまたクエストが発生しました。創造主パルミオ様、私たち以外の種族は一体どうなってしまったのですか？気になるよね。あなたですか。はい、どうも、たびたび。創造主パルミオ様のご加護がありながら、他の種族がいなくなってしまったことが気になって、夜も眠れないのです。そうね。もう一度あなたにお願いがあります。この船に乗っていたはずの他の種族のことを詳しく調べてもらえませんか？調べましょう。はいはいはい、気になる。ありがとうございます。私の個人的な興味に何度も付き合わせてしまい申し訳ありません。いえいえ、私も気になるのでね。過去の出来事のことですから、プペコという、あ、またプペコに会いに行く。はいはい、なんか知ってるかな。聞きに行きましょう。失われし者たち。はい、プペコさん、たびたびどうもでございます。言語機能の障害の修復に失敗したっぽいです。もうしばらく言葉が安定しないっぽいので、我慢してもらえるとありがたいっぽいです。大丈夫ですよ。ところでオイラになんかよ、手伝えることなら何でもするよ。ありがとね。はい、プクリポ以外の種族についてなんかご存知ないですかと、はい、聞いてみました。プクリポ以外の種族についてですね、船内データベースにアクセスして検索します。それらしいデータを見つけたが、なんか防護プログラムが邪魔してやがるな。これじゃデータを読み出せねえぞ。防護プログラムが解除できるか試すわ。これにはすっごい演算リソースを使うから、しばらく反応が止まるわよ。あ、止まっちゃった。うんともすんとも言わなくなってしまった。ああ、また動き出したって。ごめんなさーい。私だけじゃ演算パワーが足りなくて、防護プログラムに勝てなかったよ。あと少し演算装置の処理能力が上がればなんとかなりそうなんだが。手伝えることはございますでしょうか。ああ、いいこと思いついたわ。確かこの立ち入り禁止区画にはプラチナサウルスがいたと思うのだけど、そいつが中央演算装置の強化用パーツ、クロックアッパーを持っていたはずだぜ。俺に合うタイプのやつをな。それを組み込めば、私の演算パワーがドドンとアップしてババーンと防護プログラムをやっつけられるよ。よし、お前、立ち入り禁止区画にいるプラチナサウルスをぶっ倒してクロックアッパーを手に入れてきやがれ。手に入れたらここへ戻ってきてにゃ。最後可愛かったね。オッケーオッケー、倒してくるわ。こいつかな。はいはいはい、戦います。うー、強そう、でかいね。わあ、あっという間に倒しちゃった。ありがとうフレンドさん、助かる。トゲトゲの生えた小さな板を落としていった。プペコの言っていたクロックアッパーのようだ。はい、クロックアッパーを手に入れた。オッケー、はい、ゲットしました。おかえり。他の種族に関するデータの防護プログラムに対抗して私の演算パワーをアップするクロックアッパーは手に入った？
手に入ったのなら今すぐに指定の場所に組み込んでほしい。私がやるんですか？大丈夫かな？場所間違えへんかったらいいけど。はい、指定の場所にね、組み込みましたと。クロックアッパーの増設を確認したでござる。演算パワーを計測中。完了、 120% まで上昇したでござるよ。ありがとう、これならいけそうよ。早速防護プログラム解除を始めるわね。私ってば、しばらく反応なくなっちゃうから、じっとしていい子で待っててね。わかりました。はい、止まってしまいました。はい、また動き出してと。お待たせしました、防護プログラムの解除に成功いたしました。やったー。このデータの中には複製体 C141 のレポートが入っていたわ。私が読んであげるね。ありがとう。本日船内の定期調査により、音声データの入ったボイスレコーダーが発見された。早速再生を試みる。アルウェーンの歴史を語ったその音声は、なんと我らが創造主パルミオ様のものだった。イヤターシンパッキュー。だがこの歴史は不要の歴史、アルウェーンの民に知られてはならないものだ。廃棄も考えたが、創造主パルミオ様のお声が入ったものを損なうなど私にできるはずもない。ボイスレコーダーは封印しよう。博物館に飾られたビッグホル、あれが良い。封印の解除コードをパルミオ様の神言であるあの言葉に設定しておこう。このレポートもまた厳重に防護しなければ。はいはい、見れたのはここまでですね。アストルティア博物館のビッグホルンにパルミオ氏の声が入ったボイスレコーダーを封印したと複製体 C141 が言っているな。探してみてはいかがでしょう。封印解除コードがパルミオ様の神言という部分は私には理解できませんが、おそらくは何か特定の言葉を博物館にあるビッグホルンの前で発すればよいのではないだろうか。はい、イヤター心拍球って言えばいいってことですよね、きっとね。はい、じゃあ次は博物館に行きます。あったあった、ホルンですね。これね、この前でこの辺でいいかな。ビッグホルン設計プロペ改造ペリフォン、ほいほい、イヤター心拍球って言ってみましょうか。よしよし。あのさ、あがちっちゃかったりとかしたっけ？ほんで、点とかっているんかな？ちょっと一旦これで。あ、いけたっぽい？どう？突然、ビッグホルンの中から何者かの声が聞こえてきた。やった！心拍球！はい、どうだ？あ、いけました。創造主パルミオ様の神事を確認。封印を解除します。オッケー。大きく開いたビッグホルンのベルの中から突然何かが飛び出した。落ちる前に慌ててキャッチすると、それは不思議な形をした何かの装置のようだった。ボイスレコーダーゲット。よしよし、へへほはさんのところに戻ります。よしよいしょ。なんかね、ボイスレコーダーがあって、ここに多分その謎を解き明かす何かが入ってると思われるんですけど、何やら決定的なものを得てきたようですね。その顔を見ればわかります。わかっちゃいましたか。はい、渡しましょう。ドキドキしてきた。これは確か音声を記録して残すためのボイスレコーダーというものですね。なんとこれに創造主パルミオ様のお声が入っていると。すぐに聞きましょう。興奮している。へへほはがボイスレコーダーの再生スイッチを押したようだ。宇宙船アルウェーンの公開は順調。私の最高傑作無限動力庫もバリバリ稼働してて問題なし。だが、なんということか、船内で突然伝染病が発生してたくさんの人が死んでしまった。どういうわけか、私たちプクリポには感染しなかったが、他の種族は全滅、プクリポだけが生き残ってしまうとは。そういうことか。さらにラグアス王子までもが事態の収拾に奔走し、無理を重ね続けた結果、ついに帰らぬ人に。混乱の極みに陥ったアルウェーンを立て直し、残された者が生きていくためには新しい統率者の存在が必要だ。我が息子プクラスにその役目を任せよう。コールドスリープとクローニングシステムであの子は永遠の統率者となるのだ。私は悪い父親だ。だが息子よ、
お前ならばくじけることなくこの退任を果たしてくれると父は強く信じているぞ。いつかこのような犠牲など払うことのない輝かしい未来へとたどり着くことを願って。以上、パルミオがお送りしました。なるほど。これが創造主パルミオ様が残されたお言葉なのですね。他の種族がいない理由は分かりました。ですが、それよりも。私はパルミオ様は神のごとき力を持つ絶対的で威厳のある創造主などだと思っていましたが、決して神などではなく、子を持つ一人の親であり、人として悩み、後悔もする普通の存在だったのですね。しかし、それでもパルミオ様は希望を残すため力を尽くしてくださった。そして私たちに未来を託した。無念にも未来へたどり着けなかった他の種族の方々の分も私たちが頑張らねばならないと思うのです。あなたのおかげで多くの真実を知り、未来への希望を胸に抱くことができました。感謝してもしきれませんね。こちらはお礼です。どうか受け取ってください。はい、ありがとうございます。なるほどね。流行り病がプクリポだけ感染しなかった。それでラグアス王子も感染はしなかったけれども、頑張りすぎた結果、辛労で倒れてしまったみたいな感じなのかな。これからも私はこの壁画を見つめます。未来への希望とそこへたどり着くための勇気を失わないように。というわけで、スペクタルな歴史ロマンを体験してもらう感動のアトラクションだったのですが、いかがでしたでしょうか。これアトラクションやったん？よろしければ他のアトラクションもぜひ楽しんでいってくださいね。ではでは。アトラクションやったん？え、マジで？え、そして他のアトラクションもあるの？ちょっとうろっとしてみますか。はじめ、宇宙船アルウェーンはごくありふれた客船でした。中央地区にある奉仕室では、乗客の皆さんに様々なサービスが提供されましたが、中でもお芝居が大人気でして、奉仕室から始まったキャストのお芝居は、やがて船全体を舞台とした大規模なアトラクションになったのです。今や観光、宇宙船アルウェーン全体が奉仕室となったと言えるでしょう。あの場所は我々のルーツなのですよ。はあ。まあ確かに、奉仕室のあたりで現代から持ってきたプクリポたちのお笑いの映像を見せたことによって笑いを呼び覚ましみたいなことはありましたけど、それにしてもあまりに変わりすぎているんですよね。観光宇宙船って、どういうこと、どういうこと。観光宇宙船アルウェンは美しい船です。私たちキャストは皆幸福ですよ。衣食住完備の上、楽しい仕事ですからね。お仕事ね。好きな仕事で幸せ幸せと。観光宇宙船アルウェンは半年間かけて宇宙のあちこちを旅するんです。え？半年間？もしアストルティアが恋しくなったら、仮想自然遺産保護区へ行くといいですよ。あそこの再現度は素晴らしいから。はい。え、じゃあ半年間旅した後は、あ、そっか。あのさ、キュロノスを倒したことによってアストルティアが滅びるっていう未来がなくなったから、このアルウェーンの街が存在する時間軸でもアストルティアは滅んでないっていうことなのか。そういうことですよね。だからただの宇宙船なんや、アルウェーンって。観光宇宙船、この世界にアストルティアは存在します。だからさっきみたいな壁画がアトラクションとかって言われちゃってんのか。はい、というわけでアルウェーンの壁画のクエストからいろんな真相が分かったりとか、アルウェーンがガラッと変わっていたりとか、なんかいろいろと発見がございましたね。はい、ちょっとなんか時間軸とか整理し直したくなりました。はい、というわけで今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。